で今回はですね、私 DMM パチタウン専属のまゆみが出させていただきます。よろしくお願いします。ということで私ですね、この浄土2回目の出演ということで、まあ、この番組のルールですね、しっかり覚えております。でもこの番組だいぶ続いてらっしゃいますので、皆さんもご存知かと思いますけども、初めて見るっていう方もいるかもしれないので、こちらをどうぞご覧ください。それでは浄土のルールを説明します。実践時間は5時間、収支が500枚、もしくは2500玉プラスになるごとに夢玉を1個ずつ獲得できます。出演回数に制限はありません。2回目以降の出演時に夢玉を1個でも獲得している場合は結果を引き継ぎます。獲得が0個だった場合は天使の恩情で再スタート、また0から夢玉獲得に挑んでもらいます。獲得した夢玉は抽選ボックスに入れ、挑戦者が出揃ったタイミングで大抽選会を実施。見事自分の色の玉が出たものが真の女王となります。そのため1個でも夢玉を持ってさえいれば、誰でも真の女王になれる可能性があるのです。真の女王には副賞として30万円相当の女王の宴券をプレゼントしますよ。さあ本日ですね、私静岡県のコンコルド築地東店様にお邪魔しているわけなんですけども、前回ですね、私885枚で終わって夢玉1個だけ獲得して終わっております。まあ、ガラガラって引いたら3箇所はいポケットティッシュみたいな白色なんですけども、1個だけ確保していて、まあ、これがですね今回2回目なので、もしかしたらマイナスだったら減っちゃう可能性があるんですよね、このルール的に。まあ、まずはね、とにかく基本はやっぱ好きな台を打って、でプラスにしたらもうとにかく楽しいじゃないかというですね、楽しく打っていこう、でプラス夢玉ゲットで女王に近づこうというですね、そんな感じでやっていきたいなと思いますので、どうぞ皆さんも最後までご覧ください。それでは行ってきます。狙い台はまだ決めてないまずはみんなの流れを見たいけど、だいたい皆さん絆に行かれるよ。あれそんなことない、そんなことないかも。まあでも言っても朝一台はいっぱいまだ空いてるので、バジレスク絆からスタートしたいと思います。はい、やっほー。というわけでバズレスク絆が取れましたね。こちらから打っていきたいと思います。もう絆の流れ持ってこれるかどうかっていうのはもう本当朝一のモード頼りかな。いきなりね Y とか Z にいてくれとは言わないけども、せめて Q とかね、 C が多い、モード C が多いところにいてくれたら嬉しいなと思うわけなんですが、来た玄之助とおぼろのラブラブデート現場。まあ落ち着いてて結構理想なカップルだと思うんですけど、私でも理想のタイプどうなんだろうな。なんか年取るごとにこういう人っていうのってやっぱなくなってくるんですが、やっぱもうありのままの自分を受け止めてくれる人かなとか思ったりするんですよね。なんかもうだいぶ私なんかね、もう包み隠さず結構さらけ出してるつもりなんですけど、それこそパチンコスロットをね許してくれるのが大前提だし、あとはなんだろうな、本当女子力が私本当にないので、悲しいことに。だって本当家に鍋とかもないんですもん。
あ、でもやれって言われて、そのちゃんと料理作る道具があればやらないこともないんですよ。あと食べてくれる人がいれば。あ、あとちょっともちろん独身の方でお願いします。いろいろと危ないから多分。ただいま大事な大事な500万円が姿を消そうとしております。ということは私の貴重な貴重な1個の夢玉が一つ失われたことになるっていうね、そういうことですよね。と返せよこの分。やめる。私の返して語るには値しないぐらいの経験値が言っております。やめなさいと。朝一65ゲームだけ回されてるけど、ちょっと次これこの絆見てダメだったら他の機種に行こうかな。ということで2台目のバズレスク絆いきます。まだそんな100段ゲームだけど、とりあえず弱地はいい。あー激アツ来た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 。レッドランプは黄色。241ゲームおぼろちゃんで、一回リプレイ挟んじゃったんだな。いた、いた。もう大移動成功。だよね、単発でした。まだです。まあ、でも一発目で入ったからいっか。本当は物足りないですけどね。もう私展開悪いとすぐこんな顔かこんな顔かするんで、それかもう無表情。本当はね。あら、リプレイで攻撃出た。謎当たりしてしまいました。これが一体どっちかだよね。同色か異色か。異色なので兆候の謎当たりでした。ということはやっぱり多分 C にいたと思うんです。いてい て, い て, いて、よし、会いたい人がいました。でも私なんかもう最近先にそのモード水族の方が楽しくって、テーブル水族ついついもうおぼろちゃんで
やっちゃうんですけど、ダメかグフーじゃないよ本当に。でも2連か、今単発2連って増えたんで次は3連するかもしれない。でも今1回2回で来てるんでこの感じでいてくれたらずっとずっと出られるんですけどね。でどっかでチャンス拾ってね、バーって伸ばせられないかなとは思うんですけど。激アツ回らないんだよね。あれがこうグイッとこう赤バーがグイッとここに行ってくれたらもう私の心臓止まる寸前っていうね。青寄りですね。でも次は早めのバジリスクチャンス。解除してるかも。一回足んない。してた。まあもともといたか巻物かは分からないですけど。なんかいきなりちょっと上手い人になっちゃった。さっき言った通り3発2連次3連と思ってここで終わるのかなと思ったら4連続いた、いやでもここで調子に乗ったら負けちゃいそうだから常に真剣に向き合います。全部ダメだった。おお、7対7。そして巻物を引いた私大チャンス。違うんかい。いや、わかんない。よし。強敵か。今ので強敵じゃなかったらね、よかったんですけど。でも今巻物強敵引いたから。この流れでベル、やだ、さっきのなんかヨシがめっちゃ恥ずかしい。いや、違う、惜しい。あー、源之助出てきた。完璧、結果オーライ。同色だ。あ、レッドランプ緑、後継族の期待が高まる緑、ちょっと高まる緑。よいよい、自然とにやけてしまいました。
今度はバラバラじゃなかった。お、夜来た。でも結構高級とこの時って夜拝見の時に終わることが多いイメージがございまして、実はちょっとビクついてる。終わりじゃ全然、うわ、まさかの有言実行になっちゃったかもしれない。あー、ほら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 、製造化率いい時って夜拝見終わるんですよ。今で投資が24本だからかける47、何枚でしょうか。そうでしょう、今24本だからで47枚貸しだから暗算って高度じゃない、暗算50枚計算大丈夫。あ、じゃあ簡単簡単、1万円が500枚だから2万円が1000枚、4000円が200枚、100足す100足す200、あ、違う違う、1000足す1000足す200、2200枚。え、嘘だ、そんな使ってない、ちょっと待って、あ、違う、2万円で1000枚、1200枚、あ、多分トントンぐらい、今トントンぐらい。なんか本当に午前中と午後と別人の絆になってしまったよ。え、ちょっとたった1時間休憩しただけなんですけど。花火柄で時峠行きましたよ。あら、でも花火柄で時峠って別に何もなかったっけ。おっと、でも同色。あー、ここなー、めっちゃ頑張りたい。なんもないか。あー、せっかくのこの同色は決めたかったな。いない、おいらっしゃらない、はい、待ってない、いない。悲しいお知らせです、追加投資です、皆さん慰めてください。こんなはずじゃなかったんです、こんな予定じゃなかった、それだけは言えます。いい音、花火柄、いい音、本当に高級。上に止まってくれたら分かったけど、とりあえずやっと当たりましたね。
さあ玄之介さんですね。あ、よかった、助かった、ストックがある。ノー、あ、違う、あ、よかった今めっちゃ嬉しい特にちょっと首の皮一枚つながったというか、ナイス巻物、やればできるじゃん、そういう子大好きです。ちょ、マジお願いします、1500枚出てよ。じゃなきゃ私今一生懸命喋ってるこの今までの分全部バッてカットされてエンディングに飛ばされちゃうもんかもしれないから、エンディングで飛ばされちゃうかもしれません。次戦終了です、お疲れ様でした。はい、私別に怒ってこんなしかめっ面してるわけじゃありません、眩しいからこんな顔です、失礼いたしました。今日はですね、朝からバズリスク絆ですね、ずっと朝から、まあ、好きな台ガッツリ歌わせていただきました、まあ、一喜一憂しつつですね、本当なもう結果的には楽しかったです。というわけで早速収支の方行ってまいりましょう。投資がですね、本日47枚貸しだったんで1363枚、そして回収が614枚、結果マイナス740、これぐらい740何枚ぐらいでございます。というわけでですね、夢玉ね、唯一の1個の夢玉、残念ながら募集となってしまいました。本当に悔しい、あー悔しい。でもですよ、実は次回私またなんか出れることが決まってるくて、で次何回目かわからないんですけど、はい、決まってるんです。パンパカパーンというわけで、これでまた夢玉0個になったもんで、次はですねもう倍にして取り返そうかなと。まあ、今回の実戦私残念ながらということで、本当面目ない次第でございますが、最後まで見ていただきましてありがとうございます。それではまたお会いしましょう、さようなら。